現代のピクニックの一例。芝生の上に布を敷きその上に座り、談笑しながら食事を楽しんでいる。バゲット、樹脂製密閉容器に入れた食べ物、水筒に入れた飲み物、四角い大容器入りのワインなどをリュックや補丁に入れて持参し、紙皿とプラスチックコップを使って食べている。トーマスコールがピクニック。1860年以前のピクニックを描いた油絵。 ご飯の緑の上に布を広げ、そこに食べ物を置いている。大きなバスケットに、あらかじめ焼いた、大きな肉の塊や、パンや、ガラスボトル入りの酒、陶器の皿やカトラリー類を入れて持参。肉は食べるつど、その場で、ナイフで薄くスライスしていたのだ、とわかる。1950年米国をハイオ州、コロンバスでのピクニックパーティーの風景。ピクニックとは、散歩などの途中に、 野外で食事をすること。自然豊かな場所に出かけて、あらかじめ詰めて運んだ食べ物をそこで食べること。日本語の古語では、のっかけという。人間は建物を作り、この中で生活の様々な用を済ませる。だが、あまりに建物にこもってばかりではストレスを感じるようにもなる。ピクニックでは、建物から出て、野山や海岸などの自然豊かな場所へ出かけて、 散歩などを楽しみつつ食事場所へと向かい、自然豊かな場所で食事をする。閉鎖的でマンネリ化した建物内の生活から離れ、開放的な場所で自然を満喫しつつ、食事をとると一般に食べ物も普段より美味しく感じられる。食事の合間の談笑も普段より楽しく感じられる。自然豊かな場所へ出かけて行き、そこで食事それ、自体を楽しむことがピクニックである。 食事の内容としては、一般的には、あらかじめ自宅で料理を用意し、それを持って行く。例えば弁当、サンドイッチ、果物などである。食事をできる場に着いたら、ピクニックシートや布類を広げてその上に腰を下ろして、食事を始めてもよい。公園などで、ピクニック用のテーブルと椅子があらかじめ設置してある場所ならば、それを利用して、食事をしてもよい。そして、 ゆっくりと食事をすることを楽しむ。似たような交楽にはハイキングがあるが、こちらはテクテク歩くという意味であり、食事はしなくてもハイキングである。ピクニックはただ野外を移動することよりも食事することの方に重点が置かれており、食事をしなければピクニックではない。なお、ピクニックではパッキングした食べ物を持って行く。バーベキューセットや 屋外用調理用熱源まで持参して、その場で本格的に調理まで行うと、これはピクニックというよりは、どちらかというと、デイキャンプの類となる。貴族のピクニック15世紀の図版華に描かれた使用人たちのほか、左下には、両剣毛利、大女帯で古外に繰り出している様子が伺える。ピクニックという風習は、ヨーロッパ貴族の狩猟遊びで栄えた。 貴族たちは使用人も同行させ、ピクニックの場で配膳させるなど、戸外で食事をすることを税を凝らして楽しんだ。18世紀末にはフランスで国民がフランス革命を起こし、人々を食い物にして贅沢三昧の生活をしている国王や貴族を打ち倒し、国民のための政府、共和制の国を作ることに成功した。こうして19世紀には、 ヨーロッパ諸国で傲慢で強欲な貴族や王を排除し、国民が主役となってゆくことに成功する国が増えていった。そして裕福になる人々の割合が増えていき、こうした裕福な人々がピクニックも楽しむようになった。19世紀に登場した裕福な人々は、ピクニック用の食器、カトラリーのセットをカバンにきれいに詰めて持参し、それなりに贅沢に食事を楽しむ。 ということが行われた。1940年頃の米国でピクニックの準備をする女性。当時の定番の一つでもあるピクニックバスケットから新聞紙、カトラリー、統制コップ、皿、サンドイッチかパンケーキのような食べ物、鍋に入った食べ物などを取り出し、新聞の上にそれらを並べている。米国、ピクニックをするカップル。やはりバスケットに入れて、 鍋入りの食べ物やカトラリーや皿を持参している。2016年のビーチでピクニックをする男性。ショルダーバッグにサンドイッチと水筒と布を入れて持参。皿やカトラリーは持参していない。アメリカ合衆国では20世紀初頭からフォードモデル T などの安価な自動車が大量生産されるようになり、最初はセレブリティから普及が進み、彼らは 自動車でピクニックに出かけられるようになり、さらに1920年代や1930年代には、一般層でも買える、価格帯でも大衆車が販売されるようになり、一般大衆も自動車でピクニックに出かけるようになった。一般大衆もピクニックを楽しむようになると、彼らによってさらに簡単な食事でピクニックを楽しむ、ということが行われるようになり、 食器を使わないでも食べられるようなサンドイッチを持参するということも一般的になった。人々にピクニックを容易に楽しんでもらうために公園に設置されているピクニック用テーブルピクニックでは地面にマットを敷くなどして座って食事をしても良いし簡略化した椅子やテーブルを設置して食事をしても良い。また簡単な椅子やテーブルがあらかじめ行楽地などに設置がある場合は それを利用しても良い。持参する料理は、運びやすいものが好まれる。食事の場所に、電車と徒歩を組み合わせていくにせよ、自動車と徒歩の組み合わせでいくにせよ、ピクニックの参加者が手に持って運ぶからである。自宅の食事では、皿の上に汁が、たっぷりの料理が盛られたり、出来たての熱々の料理が食べられることが多い。ピクニックでは汁たっぷりの料理は避けられ、出来たてでなくて、 冷めてもかなり美味しい料理というものが選ばれる。飲み物は水筒などに入れて持参することが一般的である。フランスなどではサンドイッチにする場合、食材を持参しておいて、食事の場でサンドイッチを作る人もいる。例えばバーゲットあるいはバタールあるいはパンドカンパーニュの、いずれかと肉類、ジャンボン類、パテ類、フロマージュ類、野菜類などを容器に入れて運ぶ。 食事の場でナイフでパンを切り、その場で各人の好みに応じてパテを塗ったり、肉類や野菜を挟んでサンドイッチに仕立てるという方法である。こうすると運ぶ途中でパンがびしょびしょになったりせず美味しいからである。フランス人はワインが大好きでワインを持参することもかなり一般的である。スープやコーヒーを魔法瓶に入れて持参する人もいる。かつては ピックニックで使うカトラリー類やサラ類を運ぶのにも食べ物を運ぶ容器にも苦労した。運ぶ時も大きなバスケットに入れて水平を保ち運んだ。20世紀後半に樹脂製密閉容器類が普及してから容器関連の苦労は減った。水っぽい食材や料理でもタッパーウェア類に入れればよいということになりリュックで運ぶことも可能になった。ありがとうございます。